2013年の3月29日、明日名古屋での仕事に備えてですね、車で横浜から走ってきまして、現在名古屋の、 岡崎市の唐沢町というところを走っていて、ちょっとお腹が空いたなと思って、近くの毎度大きに食堂をですね検索したらですね、ちょうど何ですか、2キロぐらい近くにあったんですけれども、向かう途中にですね、この沿線にすごい桜が綺麗な、一方通行逆走してきましたね。桜の綺麗な後ろのタクシーがパッシングしてますね。ちょうど綺麗な桜がですねあって、今カメラを回しています。こんなところですね。